今日はなんとか晴れました。朝まで雨が降ってました。昨日も雨だったんですよね。最近雨続きでなかなか仕事がはかどりません。朝降ってたんですけど、なんとか晴れ間になってきましたので、また耕作放棄地へやってきました。今日はね、ここの通路ですね。通路、道路、これを行けるところまで行きましょう。多分1日では終わらないので、まあ時間的と体力的とご相談しながら行けるところまで行こうと思います。結構長い区間残ってますね。先日圃場の方は、下の谷5段分ですね、終わりました。ここは下の谷5段分です。綺麗になりましたね。はい。道路はね、ずっと向こうまでずっと残ってます。はい。道路整備の方ね、やっていきましょう。ここはね、イノシシがすごいです。もうぬたばになってますね。晴れましたね。朝はね、雨降ってたんですよね。お、カーカー君とカーコちゃんが賑やかですね。で、去年ですね、ここに倒木があって、結構玉切りしてそのままにしてるんで、これも薪割りしないといけないんですけどね。まだ結構残ってるんですよ。いい焚き物がこれ。これずっと向こうまであるんですけどね。まあじゃあこの辺から買っていきましょう。まず今草刈り機があるところぐらいがスタートですね。はい、ここから行きましょう。はい、カボス TV ゆうじです。今日も耕作放棄地へやってまいりました。今日は元気でございます。昨日ね、雨降ってまたお休みさせていただいてました。最近雨多いよね。なんか全然仕事がなんかはかどらないっていうか、まあ体調的にはゆっくりできていいんですけどね。もうね、ちょっと様子見てたらもう9時過ぎてるんですけど、お昼までやっていこうと思います。天気になってきました。はい、天気になってきました。耕作放棄地、ウグイスとかが結構鳴いてます。なんか春めいてきましたね。昨日ゆっくりしたんで、耕作放棄地の道路整備の方進めていきたいと思います。結構長い区間残ってますので、時間かかると思いますけど、まあ時間の許す限り昼までやっていこうと思います。最後までお付き合いよろしくお願いします。この画面下のこういうマークのグッドボタン、あとチャンネル登録よろしくお願いします。応援コメントもよろしくお願いします。今日も一日頑張っていきましょう。今日の草刈りはナイロンコードを使っていこうと思います。ホルダーの方がガッツラクラクファンクション Z と、あとナイロンコードの方がトルネードの M2 です。これ斉藤ネジさんのものです。ナイロンコードとこのホルダーもね。で、あとここの上に、これ丸山製と思うんですけど、巻き草カッターだったかな、絡まなかった、巻き草カッターか、それをつけてます。このですね、巻き草カッターいいんですけど、ちょっと注意しないといけないのは、刃がこうまだくるくる回ってる時に手を持っていくと手をやられちゃいますので、これつけた場合は気をつけて作業の方を進めてください。まあ、私もこれつけた時は非常にそこは注意してます。じゃあ今日はこのセットで頑張っていきます。
耕作放棄地1段目のところまでずっと上がってきました。今日はナイロン行動だったので、笹が非常に刈りやすかったですね。チップ層だとどうしても笹がこう逃げてしまうので刈りにくいんですけど、ナイロン行動は結構捉えるんで刈りやすかったです。ただナイロン行動は笹とかは結構負けてしまうので、なかなかこう使われない人多いんですけど、このトルネードはある程度の笹なら、まあこれぐらいですね。あまり太いと無理ですけど、まあこれぐらいの笹なら結構捉えて買ってくれるんで、非常に綺麗に刈れましたね。結構スムーズにいきました。はい、ではですね、ここをまた冷気でこうかき寄せてブロワーで綺麗にしていきましょう。はい、終わりました。天気良くなったな。コーヒーでも飲みましょう。よいしょ。今日うちですね、水がちょっと調子悪くて断水してました。なんかクジラさんのとこも断水してるっていう動画で言ってましたけど、まあうちも断水してて、今日まあ朝は出したんですけど、ちょっと朝ねコンビニ行ってコーヒーとちょっと朝食でパン買って、ちょっと残りがあるのでこれ食べたいと思います。この缶コーヒーとこのパンね、自分作業するときにいつも缶コーヒー買うんですけど、缶コーヒー本当はカップの方がいいんでしょうけど、農場に行くと結構ホコリが立つんで、こう蓋付きのやつっていう感じで缶をいつも買ってます、作業の時はね。まあ普段はコンビニとか行ってカップのやつ買うんですけど、あと今日も甘いやつ、フレンチトースト、はい、これ今日も甘いな。よいしょ。いやー、天気なったな。超天気なった。気持ちいいわ。ちょっと朝寒かったんで下にヤッケ着てるんですけど、ちょっと暑いですね。まあでも作業の合間の甘いものは割といいですね。はい、なんか鳥が歩いてます。ちょっとゆっくりしましょう。はい、休憩しました。もう今日はこれぐらいにしとこうかな。天気いいんで。もうやめましょう。もうお昼近いです。最後ですね、ここねまだ倒木があるんですけど、ちょっと倒木処理できるように倒木のとこだけ草買っておきましょう。それで終わりにします。
はい、倒木のところ綺麗になりました。まあ、これでちょっと処理できると思います。じゃあ最後にですね、今日買ったところを見てみましょう。でここが倒木があったところも綺麗になりました。これでちょっと倒木処理もできますね。ここにね、玉切りしたものもあるんですよね。この辺もちょっと巻き割りせんといかんかな。はい、こんな感じで結構な量あるんですよね。でこっちにも大きいのがあります。でここの道路を今日ずっとやりました。ナイロンコードでやりました。よかったですね。鳥のさえずりがいいね。ここまでやりました。ここが1段目ですね。ここにも滝物がたくさんあります。じゃあ次回はここからやっていきましょう。次回は結構進みたいね。あの向こうぐらいまで行きたいですよね。いや、今日もすっきりした。毎日すっきりするね。やっぱ荒れたところが綺麗になっていくっていうのはいいですね。今年は結構取り掛かりが遅かったんで、スペース的には遅れてますけど、作業的には早いですね。スパイダーモアと、まあ、ヘイマスを併用しながらやったんっていうのと、あと年々草もですね、勢いが衰えてきたっていうのがあるんで、だいぶ楽になってきましたね。これね、大きい。はい。はい、今日の作業は終了します。今日もすっきりしましたね。ちょっとだけの区間でしたけど、さっぱりしました。この続きはぼちぼちマイペースでやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。